どうも、チャクバスです。今私は、ハワイのダニエル K 井上空港に来ております。本日はね、ANA ラウンジ、新しくなったと言われている ANA ラウンジをね、今回紹介させていただこうと思っております。今ね、まだ出国審査を終えたばっかりで、これからね、ANA ラウンジの方に向かいます。それでは行きます。それではね、ANA ラウンジ着きました。一番端っこの C の4のゲートの前にこんな感じでね、エスカレーターと階段があります。その上にね、ANA ラウンジはあります。結構離れていますね。それでは行ってみたいと思います。それではね、ラウンジに来ました。おむすびをいただきたいと思います。あとウーロン茶、いや、いいですね、ウーロン茶が飲めない。ラウンジはね、かなり広いですね。で、やはり皆さん、ね、外に、ね、今フライング船が止まってたんですけど、ね、みんな窓際に行ってね、写真撮ってましたね。いいです、このラウンジ、美味しい。ね、1時間ね、もう事前アナウンスで、ディレイが確定してるんで、3時間ぐらいですかね。ちょっとこのラウンジでね、ゆっくりしたいと思います。いや、ここ広くて綺麗で、本当いいですね。残念ながら喫煙所はなさそうです。それではね、ラウンジの方が出ました。今回はね、ANA ラウンジ紹介ということで、ANA ラウンジからね、本来、フライングホールの場合はね、搭乗できますので、一応ね、ここで動画1回区切りたいと思います。結局 ANA ラウンジは、食事、アルコールが利用できるという感じですね。シャワーはちょっと見た感じなかったので、多分ないかもしれないですね。一応確認だけ後でしておきます。今回の動画が役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますので、フォローとチェックしていただけるととてもありがたいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。